ジャブローに散る。Begin Amuro's story yet again. オデッサ作戦終了後、ホワイトベースは地球連邦軍本部ジャブローを目指していた。その途上、ベルファスト基地で小さな事件が起こる。生活のためジオンのスパイをしていた少女ミハル・ラトキエ。彼女との出会いと悲しい別れが拗ねた視点で戦争を見ていたカイシデンを成長させる。ミハル、俺はもう悲しまないぜ。お前みたいな子を増やさないためにジオンを叩く。徹底的にな。ようやくジャブローにたどり着いたアムロたち。彼らを待ち受けていたのは軍への正式な配属であった。階級で全てを評価する軍のやり方にアムロは強く反発を抱く。戦っている時は何もしてくれないで、階級章だけで。亡くなった人にありがとうの一言ぐらい。アムロの憤りや戸惑いをよそに、連邦軍は多大な戦果を上げたホワイトベース隊をニュータイプ部隊と祭り上げ、さらなる激戦へ投じようとしていた。そこへジオン軍奇襲の知らせが入り、ホワイトベースがつけられ、これまで秘匿されていたジャブローの位置を明らかにしてしまっていたのだ。復活した赤い彗星がジャブローに、そしてガンダムに迫る。ホワイトベースがつけられていたのか。内部への進行は何としてでも止めろ。待ってるよ。戦争の犠牲になる子供を増やさないためにジオンを叩く。徹底的にな。おっしゃ。気を抜くなよ。勝って兜の王を締めよって言うからね。何？まさか水路からだと。スピーダー。モビルスーツ。戻れんのか。タイさん、早く急いでホワイトベースに。No, moving, I'm moving. Let's go.Stay away from the base.Oh, crap. First one. Moving. I need more engine. Engine.
get stabbed. Got him. なんか心配だな。俺向こう見てくるわ。ここの守備は任せてください。真面目にお願いします。へい。はい。That bomb explode. Go, 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 go. First on. I fly high. No lie. Let's do it, Kai.が止んだか。ダウは全部落とせたはずです。よし、よくやった。どうした？God, I think I had to go to that red dot the whole time. First on. He's got the damn bomb!
stop it in time. Jars of gum. Ooh. Yeah, that's gonna hurt. Ouchies. If you guys know anything red, it's probably charge. Nice red Zagog you got going. Rest up. が狂ったのか。私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ。Good. Save Jaburo. Ooh, we got Plan D. I like it.ジオンの猛攻をしのいだ連邦軍は宇宙でも本格的な反攻作戦の展開を図る。ホワイトベースもまた第13独立部隊の名を与えられ作戦に組み込まれた。その役割はおとりとしてジオンの目を引きつけることであった。ジオンはホワイトベース隊の戦力を高く評価していると連邦軍首脳部は判断していたからである。我々のホワイトベース一環でおとり専門になれというのか。ブライトの憤慨と裏腹に連邦軍首脳部の狙いは当たり、シャアもまたホワイトベースを追って空へと上がる。シャアが来る、間違いない。そして空に戻ったアムロには運命の出会いが訪れようとしていた。恐怖、軌道ビグザム。ジオン軍が築いた宇宙要塞ソロモン、その攻略が連邦軍の目的であった。おとりとなったホワイトベースはジオンを撹乱するため月へ向かうコースを取る。その途上、陽動のためサイド6へ入港。そこでアムロはララースンという少女に遭遇する。一羽の白鳥が力尽き湖に落ちるところをララーは痛ましげに見つめていた。あ、すいません、突然。あの鳥のこと好きだったんですか。美しいものが嫌いな人がいるのかしら。あ、いや、あの、僕
僕の聞きたいのはそういうことじゃなくて。綺麗な目をしているのね。不思議な好感からララーに惹かれるアムロ。しかし次にララーと再会した時、そのそばにいたのは宿命のライバルシャーであった、うん、アムロレイです。ん？アムロレイ。アムロレイ、不思議と知っているような名前だな。そう、知っている。僕はあなたを知っている。私はシャーアズナブ。ご覧の通り軍人だ。ここは中立サイドだ。敵の士官と会ったからといってそこまで固くなることはない。サイド6を出港したホワイトベースをドズル配下のコンスコン艦隊が襲撃する。この戦いはサイド6でテレビ中継され、シャーとララーもその様子を見ていた。白いモビルスーツが勝つわ。ん？ガンダムは映っていないはずだが。わかるわ。そのために大佐は私のような女を拾ってくださったんでしょ。ララは賢いな。そういう言い方嫌いです。大人っぽくって。そうだな、気をつけよ。ララの言う通り、アムロは12機のリックドムをわずか3分で撃墜し、コンスコン艦隊を壊滅させる。ニュータイプとしてララーと同等かそれ以上の覚醒を見せるアムロに、シャアは深く脅威を覚えるのだった。体制に取り込まれたニュータイプが私の敵となっているのは面白くない。それは私のザビ家打倒を阻むものとなる。その子の連邦の目標がソロモンであることをジオンもようやく察知していた。ソロモンを守るドズルは援軍を要請するが、ギレンはソロモンに重きを置いていなかった。ビグザムを送っておいたはずだ。ビグザム一気で二三個師団の戦力になる。戦いは数だよ兄貴。偉そうにふんぞり返る前に勝つための手立てを。結局アバーワークーやグラナダから十分な援軍が来着することはなかった。ドズルは出撃前に妻ゼナと娘ミネバの元を訪れ、退避カプセルへ避難させる。このソロモンが落ちるものか。万一だ。万一のことを考えてる。ようやくにも手に入れたミネバのためにも負けるかよ。おとりの役目を終えたホワイトベースもソロモン攻略戦に参戦する。そこにはジャブローで補充パイロットとして配属されたスレッガーローの姿もあった。スレッガーは自身の無事を思って涙してくれた未来に母の形見の指輪を託して出撃する。お袋の形見の指輪、空でなくしたら大変だ。あんたが預かっといてくれよ。連邦軍には切り札となる新兵器ソーラシステムの用意があった。数に勝る連邦軍の優位は揺るぎないかに見えた。たったこれだけじゃ死にに行くようなもんじゃないか。大丈夫ですよ、カイさん。少しの間耐えればいい。ソーラシステムが使えるまでだ。スレッガー注意は例の作戦をお願いします。遅れんなよ。
戦以下でシステムの出力が変わる。しっかり守れよ、アムロ。やるな、注意。これでシステムも 100% パワー。お前の勘を信じてやる。よ、ノア。車線上から引け、来るぞ。ソロモンが焼かれている。あれが連邦軍の新兵器の威力なのか。何事だ。侵入口を開かれただと。残ったモビルスーツを戻させろ。ソロモンの水際で敵を殲滅する。交代するのか。悔しい。僕だけこんなんで情けないよ。何言ってるの、トムト。あなただってアムロと僕の何が違うって言うんだ。僕はアムロに勝ちたい。アムロは違うわ。That's how we do it. この人は私たちとは違うのよ。ゼナはいるか。ミネバを頼む。強い子に育ててくれ。私はザビ家の伝統を作る軍人だ。死にはせぬ。行け、ミネバと共に。ビグザムの用意はどうか。Come on. 決戦はこれからである。主力艦隊に特攻する。各兵は脱出せよ。無駄死にはするな。ビグザムが量産の暁には連邦なぞあっという間に叩いてみせる。うーん、
獣を確かめてやる。じゃあどうしますか。くれんなよ、あるの総長。Jesus! Oh, yeah, yeah, yeah. 見てらんないじゃないの？ガンダムちゃん、しっかり面倒見てよ。That tiny thing ain't gonna hurt that big thing. 悲しいけど、これ戦争なのよね。下か、対空防御。Yeah. Don't do it. Well, he did it. He rammed it, and that's his story. First up.こうも簡単にソロモンが落ちるとは。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやる。 We gotta get out of here。 どこだ。 I'm just washing this back in the 80s. It's like Amuro just took out a giant mobile armor。 やらせませんぞ。貴様ごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせません。俺がいる限りはやらせませんぞ。な、何者なんだ。なんだ。ソロモン陥落。地球連邦軍はジオン本国侵攻へ向けて大きな足がかりを得た。しかしそのために払った代償にホワイトベースは深い悲しみに包まれていた。誰だって死ぬんだよ。ソロモン失冠と弟ドズルの死にも疑念は動じず、連邦軍との決戦準備を進める。
その姿に皇后デギンは厭戦感を強めていた。Until next time, enemies. Cosmic Blue.